アナイアレーターは、カナダ出身のスラッシュメタルバインド。1984年、同国のミュージシャンジェフ・ウォーターズを主催に結成。カナダ産スラッシュの草分け的存在として知られ、30年以上に、渡って活動している。1984年、ジェフ・ウォーターズとジョン・ベイツを中心に、カナダの首都オタワで結成された。メンバーは、 初期のメガデスのようなテクニカルスラッシュメタルを目指し創作を進めていたが5年後にアルバムデビューした段階でオリジナルメンバーはウォーターズのみとなっていた。ひなだったデモ曲はファーストやセカンドアルバムに使用されている。1990年代中頃までにはアルバムデビュー時のメンバーたちも去り以降はジェフウォーターズが主催するプロジェクトの側面が強くなっていった。 また、専人のボーカルを置かず、自身が兼任する時期もあった。2000年代に入ると、デーブ・パデンが加入し、2014年までウォーターズとの二等体制が続いた。2015年から、再びボーカルをウォーターズが兼任し、以降も、精力的に活動を続けている。オンリー・ビーロン・リーのジェフ・ウォーターズの歌声に感動したファンが、他のボーカルを入れずに、これからはずっと、 ジェフ本人自身に全ての素晴らしい曲を歌ってほしい。ジェフの歌は素晴らしい。あなたが歌うべきだ。と言ったが、本人はそのファンレターへの返信で、本当は歌いたくない。もう歌うことはないだろうと、キング・オブ・キルリリース時に、ネバー・エバーという強い否定表現で、ファンに今後歌うことは絶対にない、ありえない。と返信している。時代の変遷で作風に際があるものの、 ツインギターによるメタルサウンドのスタイルを一貫している。デビューから創作やプロデュースのほぼ全面をオリジナルメンバーのジェフ・ウォーターズが担っており、楽曲のリードギターも自信のみが務めている。2020年5月時点、スタジオアルバムライブアルバムコンピレーション。ありがとうございます。